冬の幌平橋歩道幌平橋は、札幌市の豊平川に架かる橋。米里行経通と白石中の島通を結ぶ、市道幌平橋通線となっている。豊平川下流側の歩道を広く取っており、アーチ橋部分は登ることができる。また、歩道橋部分は、札幌市の姉妹都市である、ポートランド市との姉妹都市定計35周年を記念して、ポートランドスクエアと命名し、 ポートランド在住の金属彫刻家、リー・ケリーの手掛けた彫刻が寄贈された。1927年に、エベツの北海道議会議員、河合沙一郎が、死費により、全長159メートル、幅5メートルの目標を作り、札幌市と豊平町を結ぶことからホロ平橋と名付けた。豊平橋から上流に初めて架けられた橋となり、 個人が架けた橋としては当時日本一と言われた。1937年に北海道が新たに目標を架橋した。1954年6月26日、全長150.7メートル、幅7.5メートルの七景観連続のゲルバー橋が開通した。なお、新しい藻岩橋も同日に開通した。建設当時、 設計用の余地を残したまま歩道は設置されず、1966年と1970年の2回に渡って歩道を架ける工事が行われた。その後、交通量の増加と橋の老朽化が重なって1978年8月には、小板コンクリートに直径約1メートルのくぼみができ、中心部に約10センチメートルの穴が開く事故が発生した。 昇板の鉄筋量増加や、スパイクタイヤからアスファルト摩耗をできる限り防ぐため、コンクリートに光線を入れた、スチールファイバーコンクリートを採用するなどの工事を、昼夜兼工し、9月に復旧させた。現在の橋は1995年10月に完成し、映画、ガメラにレギオン襲来のロケ地にもなった。豊平川両岸には、豊平川緑地がある。ありがとうございます。